今週のオープニングテーマは恥じらいゆずるさんからいただきました。壊れかけのタルピオ。何も聞こえない、何も見させてくれない。僕の体が昔より養女になったからなのか。ベッドに置いていた初めて買ったノートパソコン、いくつものサイトがいくつもの腐女子を作った。思春期に少年からオタクに変わるあれを探していた秋葉の路地裏でユーストで24時から元気に生放送。僕のお悩みを聞いてよ、素直と眠のラジオ。吉川素直と吉川素直のピヨピヨラジオ。わーい、わー、
というわけで皆さんこんばんは。ピヨピヨラジオメインパーソナリティの吉川すのうです。今週は本当にピヨピヨラジオになってしまうっぽくてですね、夢みねむさんは今まだなんか戦っているところです。秋葉原の平和を守っているのでみんな怒らないでね。そんなわけで今日は一人なんですけど、いやー広いよ、どうしよう。はい、という感じでユーストリームのコメントをチラチラ見ながら今週もゆっくりやっていきたいと思います。1週間ありましたが皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私は、つい一昨日3日前くらいのライブの方に出演させていただきまして、これですね、じゃん、アニソントランスラボラトリーが、発売になりまして、発売記念のインストアや、ライブをさせていただきまして、渋谷のアトムで受け付けてくれた皆様ありがとうございました。あの後ちょっともう一つお仕事があったもんでちょっとバタバタといなくなっちゃったんですけど、アニソントランスラボラトリーは聞いていただけてますでしょうか。イエイエイ、なんかバッタフライが結構なんだっけ好評らしいというイメージですが、感想をいただきました。私はアクエリオンのアレンジとかも超かっこよくて好きなのでぜひ聴いていただければと思います。リアステージのディアガールたちが多数参加しておりますアニメソングの、トランスカバーアルバムとなっておりまして先日発売になりました。ジョイサウンドさんのリサーチされたガチ間違いない曲が入っていて、ユニバーサルさんから出たアルバムです。はい、そんな感じでいやー何やってんだろう、撮影してんのかな、誰か飛び入りで参加しちゃえばいいのに。本当だよね、誰か来てくんないかな。でも今誰もいない今日は頑張るよ、みんながもう一人のパーソナリティだよ、よろしく。そんなわけでねじゃあみんなのお便りとかを募集してるんですけども、今週もですね、普通のお便り、お悩みのお便り、それから、来週のオープニングテーマも募集してるんですけど、今週の、テーマお便りのお題が、なんだっけ、卒業シーズンということで、卒業や卒業式にまつわる思い出や卒業にまつわる妄想でもいいです本当の話でも本当のお話じゃなくても、よかったらお便り続けもらえたら、嬉しいです。タヌピオラジオアットマーク gmail.com まで、送っていただければと思います。アドレスの方が上に出てないので出てないのかよ。今打つから、この手作り感がcom まで、はい、あで、まあ、いっか、はい、こんな感じでございます。じゃあ、いやー一人だとどうしていいのかわかんないな、だ誰かフロアが違うので難しいねというわけで今週も皆さんからのお便りを読んでいきたいと思います。では最初のコーナー、ズバッと解決しないかもピヨピヨ相談室、わーい、イエイイエイイエイ。というわけでこのコーナーはみんなのお悩みをズバッと私が解決するというコーナーでございます。まあまあいつも大体私が解決してたようなもんですから、いつもそんな変わらないですよ、全然寂しくない、うおーうわーん、頑張るぞ。はい、では一人でもできるところをアピールしないと。あ、東方の曲がかかってるぞ。それでは、最初のお悩みからいきたいと思います。夢切り川さんからいただきました。ネムケンスーちゃんこんばんだのぴよ、こんばんだのぴよ。短径派が大好きな夢切り川です。先週の音源がディアメンにも評判が良くてすごく嬉しかったです。あの8ビットね、すごかった。悩みなんですが、
最近ネムキュンが出勤してなくて寂しいです、うん、という冗談は置いといて、あれ私も出勤してませんけど、ホワイトデーで近づくにつれてお返しに何をあげればいいか悩むことが増えました。彼女とか同じサークルのボーカルの子とか会社の女の子には当たり障りのないものをあげればいいのかなとか思うんですけど、あれ友チョコじゃなくて友チョコをくれた男友達の3人に何をあげればいいのか分かりません。本当に大好きな3人なので悩みます。何かいいプレゼントはないでしょうか。体一つでいいんじゃないかな。だから突っ込んでくれる人がいない。わあでもそれはきっと本命チョコだよ。本当の気持ちのチョコ、ホモチョコだ。だから答えた方がいいと思うよ、真剣に。うん、いや3人もいるなんてすごいね、マジ。ちゃんと結果教えてね。はい、というわけでズバッと解決。いやすっきりしましたな。贅沢なお悩みだ。続きましてのお悩みはロックさんからのお便りです。タンさん、ピオさん、こんばんは。こんばんは。スノーさん、アニソントランスライブお疲れ様でした。バタフライすごくかっこよかったです。ありがとうございます。ネムキュンキュンを使わせてもらってありがとう。ロッキュン大事に使わせてもらいますね。ロッキュン、さて、お悩みですが、先日友人の某国民的 RPG 作曲家の偽物にお前アニメ T シャツ着てみたらと言われました。自分は普段から T シャツ自体それほど着ることがなく、そうだよね、しかもアニメ T ということでどのように着こなせばいいのか分かりません。何かおすすめのかっこいい着こなし方などありますでしょうか。結構着てる方がいる。割とそのまま着てるよ、普通に着てる。かっこよく、かっこいい着こなし方、わかんないよ。だってアニメ T だもん、それだけでかっこいいよ。何のアニメかがポイントなんじゃないかな、うん、ブラックロックシューターとか普通におしゃれだもんね、みたいな。なんだろうな。でもワンピースとかいろいろあるもん、ユニクロとかにたくさんあるもん。自分だけのお気に入りアニメの T シャツを、そうね、私は作ることをおすすめします。まず T シャツを買ってきて好きな色に染めて、それから好きなアニメの好きなシーンをなんかフォトショップとかでなんとかしてプリントで貼る。まあ3回くらいしか選択には勝てないけど、でもどこにもない自分だけのオリジナル T が誰よりもかっこよく着れる。スマート解決。うん、こんな感じで、またお二人はアニメ T シャツを着たりすることはありますか。好きなアニメ T などがあったら教えてください。なんだっけ、クリーミーマミとかをもくくちゃんとかよく着てるよね。私はね、変なやつしか持ってないんだよね。一応アンパンマンとかドラえもんとか持ってるけど、ちょっと勝ち物なんだよね。まあいろいろパロディ T シャツもありますのでチェックしてみてください。というわけで、最近寒くなったり暑くなったり安定しない気候なので、2人とも体調を崩さないよう気をつけてください。それでは失礼します。ありがとうございます。いやー、なんか一人だとはかどりすぎてよくわかんないんだけど、どうしよう。ユーストリームのコメントを見よう。ユー出演しちゃいなよ。さすがミクの日にかけてブラックロックシューターネタを絡めてきたんですね。そういえばミクの日でしたね。お、アニメ T をかっこよく着るコツはかっこいいと思って着ることですよ。そうだね、それ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 。でででいやー困ったな。でもこのスノーさんソロの感じもまた本当になんかとっても不思議な感じだよ。あー、はい、じゃあ頑張っていくわ。誰か来てくれたらいいのに。うおー、誰か助けて。うん、誰もいない。それでは続きましてのお悩みに行きたいと思いますか。お悩みがないかも。ない。じゃあトゥルッと次のコーナーに行ってしまおうかなと思います。では続いてのコーナー、
普通のお便り、普通おたのコーナー。わいわい。なんか一人だから寂しい。曲もなんかちょっと寂しいのがかかってるし、頑張るぞ。じゃあ皆さんの普通おたやら、今日のテーマのお便りを読んでいきたいと思います。本日のテーマは、卒業式のシーズンということで、卒業や卒業式の思い出や、卒業にまつわる妄想話でも何でも、送っていただけたらと思います。お待ちしてます。じゃあ読んでいくよ。じゃじゃんじゃん。まずはポルテロさんからのお便りです。スー&ネミー、タヌピオ版は、タヌピオ版は三寒四温、日本の佇まい、ポルテロです。この季節、風邪とかあれにお熱ではありませんか？どうだ、体と心に気をつけましょう。さてテーマですが、僕の場合卒業の思い出というよりは恐怖です。僕の通っていた大学は珍しく必修の科目に体育がありました。関西風に言って3回生までに、卒業に必要な単位は取っていた僕ですが、体育はめんどくさかったので4回生までに取ればいいやとほったらかしでした。そしてまさにうっかり4回生での講義の届けを提出する日を間違えてバイトに行ってしまいました。後からバイトに来た友人に教えられて、超早上がりで学校に戻った僕、提出期限の10分前に滑り込みました。危うく体育のためだけに1年通うことになるところでした。それから社会人になっても何年かは届けを出し損ねて卒業できない夢を見ました。お二人も早め早めを心がけましょう。わー、すごいな。私なんて最終学歴っていうの、入学したのに卒業しなかったからな。私の卒業式の思い出はですね、あんま明るいのはないな、やめよう。いい話なんだけどね。はい。続きまして、初投稿、もたもたさん、ありがとうございます。先日ツイッターを見ていたところ、魔法少女未満はこちらから買います、サインも宛名も入るよとのネムキュンのポストが。栃木に住んでいる僕にとっては願ってもない朗報で、通販なのにまさかの直筆サインもつくよとのことだったので、即購入ボタンをポチッとしてしまいました。嬉しさのあまりツイッターでネムキュンに喜びの購入報告をしたところ、サイン希望のところにチェックを入れてねとのこと。チェックなんてあったっけ、忘れてた。わまたまたツイッターでネムキュンにリプライを飛ばしたところ、なんとチートでサインを入れてくれるとのこと。ネムキュン優しい、ありがとう、よかったね。だってネムキュンがあれだよ、宛名とか書くんですよ。これ自家通販だから、自家って言っても一応お店の方に来るけど、自分の手でですね、あの一枚一枚お送りしておりまして、もうあのあれだよ、このジャガイモは私が作りましたみたいな感じで、この CD は私が歌いまして、私が包みましたみたいな感じでこう届くわけですよ。なのですごいおすすめです。そう、その代わりすごい限定数なので、なくなったらもう手に入れることができなくなってしまうので、魔法少女未満気になってるんだけどまだ持ってないという方はぜひゲットしてみましょう。今日はちょっといないけど、ポスターもないけど、よろしくお願いします。はい。そして今日、入金をしてきました。届くのを楽しみにしています。メール便にしたのでサインが潰れないように宅配業者さん、よろしくお願いします。地方に住んでいる皆さんもぜひぜひ購入してくださいね。ありがとうございます。お、 URL まで貼ってくれたということで、こちらから購入してくださいということで、じゃん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 、これ私のも買えるんじゃないかな、買えなかったりして、どん見てみよう。ディアステージ E ショップ、プラネットジプシー、あれ、プラネットジプシーだっけ、違う、おすすめ商品、すべての商品、あれ、どうやって見るの、はい、おー、私のアルバムも2枚とも通販でゲットできるみたいなので、よかったらぜひ買ってみてください。で、最近あのゲットしてくれたという方もいて、おー、あれ、なんか初音ミクちゃんがいる、ちょっとちょっとミクちゃん、あ、こっちこっちこっち、わー、ミクちゃんお誕生日おめでとう。違うよ、今日ミクの日だよ。え、違うの、ミクの日は誕生日じゃないの、うん、あ、違うんだ、
そういうわけで、初音ミク AKA 霧島若ちゃんです。イエーイ、やった、誰か来てくれたよ一人でやってたんだけど、なんかあまりにも順調にラジオが進みすぎて、なんかもうちょっとこう2人でやってるとゴタゴタして、すごいもうメールとかも全然読めないわけ、うん、その感じが足りないわけよ。何回もつまずいてこそラジオだよね。そんなわけで、実はお、なんか何明日、うん、すき焼きを、うん、霧島赤ちゃんが作るらしいです。マジ？なんですき焼きやの？なんか明日なんか作ろうみたいになって、うんうんうん、なんか何作るみたいな。で、肉じゃが先日日替わりで出ちゃったし、うん、得意の肉じゃがもね、肉じゃがもね出ちゃったし、どうしよっかってなって、うん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 、じゃあすき焼きにしよう。すき焼き丼だ。というわけで、じゃあ明日はですね、うん、あのディアステージに遊びに来ていただけますと、うん、霧島赤ちゃんのイエーイすき焼きが食べれるけど、多分限定数だから早めに来た方がいいね、うん、早めに来ないと食べはぐれちゃうよ、うん、そして私も最近カレーやってくれって言われたんだけど、うん、やってくれって言われた日がなんかお仕事入るかも入らないかもみたいな日で、なんと、焼きもきとしていたところであります。うん、赤様降臨、赤様だ、イエイこんな感じで、そんな、じゃあ今普通のお便りを読んでいるところだから、ここから一緒に参加してもらってもいいですか？いいよ、やったー、ありがとう。あ、今日何歌ったの？今日はメルトと、いいね、ブラックロックシューターと、マグネとリスコと、おー、確かわからない、思わせてキスをして振り返ってほしい今この時に酔いしれ溺れていたいのチュッチュルチュッチュッチュッチュレリゴーみたいなあとリスコとロミオとシンデレラ歌ったり、制服だけでかけていいね、いいね。あとブラックロックシューターは行ったし、うん、初めての恋が終わる時とか、初めてのキスは涙の味がした。はい、ちょっと歌おうとしたこんな感じで、今日はねミックデーだったので、ミクちゃんの歌をいっぱい歌っていたわけなんですが、明日はすき焼きがあって、15日そういえばやる？15日やる？私はの方はやることにした。あら、やっちゃう？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 やっちゃうかな？今、多分やるだろうという企画が上がってるんですけど、店内でですね、15日にですね、秋葉原ディアステージの方で毎日ライブをやってるんですけど、その中で8時の回と9時20分の回で、それぞれですね、16日に出るアルバムの勝手に前夜祭という感じのライブをやろうと思っています。8時の回では、私と相沢梨沙ちゃんもたくさん関わらせていただいた米倉千尋さんの泣けるアニソンが発売記念ということで、泣けるアニソンメンバーで8時の回のライブをジャックします。ユナレナスナリサです。泣けるそしてそうだ、独自10分からはじゃーん、なんと16日に全然ディアステージとは関係ないけど、スーパーセルさんのアルバムが発売ということで、スーパーセルリスペクトライブ的なことをやっちゃおうかなみたいな感じです。イエイということで、というわけでディアガールもね、スーパーセルさんの楽曲は好きな子多いもん、多いし、うん、たくさん歌ってたり、うんうん、君の知らない物語だったり、さよならメモリーズだったり、さよならメモリーズも時期だね、時期だね、そろそろ時期だし、うんうん、ということで、うんうんうん、そんな卒業の季節、うん、にまつわる、まつわる、じゃあ普通歌を読んでいきたいと思います。うん、おそれでは勝人さんからいただきました。お、初めてじゃない、珍しい。高校の卒業式から帰宅したら姉に即座に明るい茶髪に染められたこと。え卒業にまつわる思い出。姉の言い分は、お前は髪が多くて色が黒すぎて重く感じるからずっと染めてやりたかっただそうな、うん、まあどんな髪色が似合うか未だに試行錯誤中なんですが、すごい姉ちゃんだね勝手に髪色を染める、染める、姉ちゃんヤンキーかいでも高校か、髪色ね、中学の時に髪をピンクに染めようと思ったら放置しすぎて赤くなって、うん、バレねえべって思って、バレるよ
行った日の朝礼、なんかこう全校集会みたいので先生が上からこう体育館で上から眺めて、お前の髪だけ赤いんだけどって言われて、なんかもうご飯の中の梅干しみたいに見える、すいませんっていうことがありました。昔ね、小学校の時にね、上なんかお兄ちゃんが暴走族っていう立花くんっていう子がいて、立花くんはすごいイケメンなんだけど、ある日この辺がすごい金髪みたいになってお兄ちゃんにやられちゃったんだよ。メッシュみたいな、メッシュみたいになってて、先生に何、立花くんちょっとそれはないよみたいになって、うん、そのドライヤーを当てすぎてしまってってここだみたいな、すげえ当てすぎちゃって、すげえかわいいなって思いましたここだけ当てすぎちゃって大変だな大変だな。続きまして、はい、ボックルさんからのお便りです。うん、ジャリブキューセピオ、こんばんは。こんばんは。3月になってもまだ寒い日が続いている中、体調を崩したりしていませんか？さて、今回のテーマ、卒業にまつわる何がしかですが、おいらはこの度部署移動となり、今の部署をとりあえず卒業することになりそうです。ほうほうほう。そして部署移動で引き継ぎや身の回りの整理に追われながら、残務を片付けていると、うん、4年間いた部署の思い出とともに、ちょいちょいサボりながらも3年間通っていたディアステで飲んだくれていた思い出が思い出されていますこの4年間飲んだな、炭の腑に、炭の腑に、ギネスに炭の腑に楽しい日々の思い出に占めるリアステの割合が高かったことに思いを馳せながら、移動前のこの3月はあまり行けそうにありませんので、この場を借りて一旦の区切りとしてお礼をさせていただきます。いつも楽しい空間の提供と、たまに無茶をしていても生温かく見守っていただきありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。移動先は今の部署から徒歩20分で、特に変わらない4月からの飲んだくれた生活に乾杯。それではまた。わー、ありがとう。なんだ、どっか遠くに行くのかと。びっくりしちゃったよ、どっか遠く。よかった。結構ね、でもこの時期はいろいろね、いるもんね、移動があったりとか、転勤だったりとかがあると聞いて寂しい。近くに来ちゃう分には嬉しいのに、でもみんな遠くに行っても変わらず来るっていうのがすごい、もう嬉しい。だんだん距離を感じなくなってきてもうすごいよね。数時間あればどこにでも行けるよ、日本全国ね。国内は、てか最近は国外からもいらっしゃる方が多くて、ね、とっても嬉しいです、うん、というわけで、この放送を見てるけどまだリアステージに行ったことがないという方は、よかったらぜひ、なんだろう、春休みとか連休とかで遊びに来てみてもいいんじゃないでしょうか。お待ちしております。はい、続きまして、なおさんからのお便りです。なさぴよさん、こんばんは。こんばんは。家で一人で炭の風景をしたら寂しくなったなさんです。寂しいよ卒業の季節、卒業式といえば涙の別れ、感動の涙、普通そういうもんですよね、うん、僕の中学の卒業式は違いました。おや、前日ゲームやりまくりで徹夜をした僕は、うん、爆睡しました。爆睡です。校長が話したのとかも知りませんいびきもかいていたらしいですそこまでそんなわけで、中学の卒業式の思い出が全くないなさんでしたある意味それが思い出みたいな。そうだね、すごい爆睡したという。だってさ、中学、なんだろう、なんか卒業式ってさ、うん、練習するよね、なぜか。するするよね。する。このタイミングで更新してこう入って、うん、この順番でこう歌って、この順で賞状を受け取り、その後起立でみたいな、なんかとりあえず練習だから1番と最後の人しか呼ばれないみたいなぼやーぼやみたいな、途中だから呼ばれないみたいな。だからすごい目立ってるよ、ナーさんだけが、うん、起立とか時にすごいな。どうなの。マッキーさんからのお便り、ピョさん、新しい髪型、髪色素敵です。ありがとうございます。よしよし。ピアさん、こんばんは。先週もお邪魔しました、マッキーです。スノーさんの髪型がとっても可愛いです。色も春っぽくて素敵、ね、いい。天使のリングもバッチリキラキラしていますよ。いやいや、どうもどうも。ツヤツヤサラサラの綺麗な髪の毛のお手入れはいつもどのようにされているんですか、教えてもらえると嬉しいです。でも君いないと寂しいです。早く来て。でも、たぬき、ね、間に合わないんじゃないかな、多分ね。多分そうなんだ。あ、たぬき、ついさっき、ほんの10分前ぐらいに
電波組撮影終わったってツイートが、あの他の人たちが撮影のあとなんかあるのか、あ、そっか、でも10分前か、そっか、やっと終わったの、やっと終わったっぽい。でも、もしかしたら最後に駆け込みがあるかもしれないから、はい、そんなわけで髪の毛なんですけど、割と昔からお手入れをするのが好きな方でですね、短くなったらやっぱちょっとバサバサする、とにかくお風呂に入って最初に頭を洗って、コンディショナーをつけるんです、その後に湯船に浸かったり体を洗ったり顔を洗ったり歯磨きだの何だのすることによって、こうコンディションタイムがこうずっと、なるほど、トリートメントタイム、トリートメントタイムがあるわけ、それが結構いいらしい。あ、私も結構そうかも。いいよね、かつかつ櫛でこう一本一本までトリートメントを浸透させるのがいいらしい、なるほど。で最近薬局とかで売ってるなんか美容室で使うような一本一本のコンディショナーみたいなのがあって、なんかちょっといいやつ、それをたまにやるとさらにいいんじゃないかな。あとはイオンドライヤーを使ってる、あとタオルドライした後のコンディショナーみたいなやつも使ってる、以上です。トリートメントトリートメント、トリートメント、コンディショニングだーっこんな感じで、よかったらサラサラ部屋を目指してみてください。サラサラどうなんだ、サラサラしてるか、ボサボサなんですけどまあしょうがないマイヘアじゃない、マイヘアじゃないからちょっとボサボサなんです着脱可能だし、あ、本当だ、便利だよね、短くなったそれで可愛い。ではでは続けましてのお便り、じゃん、名前が、お、デブ一番、デブ一番いつも絶対名前がデブなの、デブ一番卒業式の思い出、スーさんこんばんは、こんばんは、スーさん外からさっき来た感じがとても生放送っぽいですねネムキュンが向かっているのかどうか心配です、もしかしたら向かってくれてるかもしれないんですが、お仕事終わったばかりでちょっと間に合わないかもしれないです、ちょっとこの辺でやってるわけじゃないだろうね、はい、渋谷の後も行ってきました、おお、ありがとうございます、ディアステージの皆様衣装も可愛くとても盛り上がりました、これね、この新衣装ですね、新しくなりまして、ディアステの衣装が、ディアステの初期の衣装は私がデザインさせてもらったやつなんですけど、もう3年もよく使ったよねというくらいクタクタになっていたまあ新しくなってよかっためっちゃ可愛いよね、いろんなバージョンもあるので、ぜひ見に来てね、で1万年と2000年前から愛してる俺もとても楽しかったですなのでアニソントランスラボラトリーシリア割と創生のアクエリオンを聞いています、どう、スーさんのニューヘアカット小さいリボンと合っていて可愛かったです、レナさんも、とても美人という感じで、ゆうきまおみさんに似てるの歌を歌うときと違って話すときはテンションが低く逆になんか惹かれました、ルナちゃん面白いんだよ、なんかローなんだよ、だいたいローローだよ、暗いわけじゃないんだよ、私あれなんすけど頑張りますって言ってごとのずとかで乾いたみたいになってえ、さーみたいになってあれおーみたいな、しかもね、テンション、そう、テンション、しかもね、レナちゃんはね、働き始めて最初の方を敬語の使い方が分かってなくてなんかこう、今日何かありましたかみたいな、終わった後に報告みたいですよ、で、1階ではこのようなことがありましたでございますみたいなって、なんとかでございまして、なんとかでございますってずっと言ってございますじゃないと思うよみたいな違うと思うよすげえ面白かったな、こんな感じで、めちゃ面白い、大好きです卒業の思い出ですが、高校はアルバムの委員で写真の切り貼りをしてコラージュみたいなのを作っていました、あるね、そういうの、いいね、全員入れないといけないので、強引に入れて変なのができて悪かったなと、その高校の卒業式の後ちょっとお酒を飲んでしまって、飲みすぎて交番にお世話になってしまったことあれ高校高校卒業当時好きな人に振られたけど結構仲いいのと卒業するともう会わなくなるっていう、なんだか空白になるのが耐えられなかったのかなと今思うと感慨深いです。小中高大と次第に慣れてくるものなんでしょうか、中高が一番こらえました、こらえました
読めなかったなんだっけそうなんだ、デブさん、デブさん私中高一貫だったからそうだよね、ずっと同じだよね、メンバー。そうだから中学の卒業式ってのがなくて。あ、卒業式すらもないの？うん、なんか軽く終業式みたいな。あー、そうだよね、終業式、うん、あんまりそれっぽいことがなくて、うんうん、で、高校になって、お、高校の卒業式が、うん、その6年間詰め込まれた感が、うんうんうん、確かにブワッとするかも、うん、長いわみたいな。小学校も6年間だったけど、小学校はまあなんかね、まだなんかあっさり終わっちゃうんだけど、やっぱ高校が一番悲しかったかな。そうなんだ、うん、あ、でもね、うん、そう、高校の時は吹奏楽部だったんだけど、こう3年生の先輩がずっといるわけじゃん、うん、2年生の時で、3年生の卒業式の時に初めて3年生がいないバンドの状態で、うん、先輩たちを見送る最後の退場の曲を演奏するっていうのが毎年の流れなんだけど、だからそれがあるせいか、自分が卒業する3年の時より2年の先輩たちが卒業してしまうっていう感じでドラムかなんかやってる時の方がすごい悲しかった。その時にやった曲がすごい好きなんだけど、タイトルが思い出せなくていやー、すごいいい曲なんだよ。なんか洋楽で、何の曲なんだ、何の曲だかわからないけどメロディーは覚えてるけどみたいな。今なんか歌ったら出てくる、誰か知るかな、何、にゃー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 伝わりづらいあのほら吹奏楽だからさ、うん、あの歌とか歌詞があるんだけど分かんないから、なんかポエ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 ってなってるわけで、ボーンみたいな、じゃんダン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 みたいな、盛り上がってくるみたいな感じですね。いや、まあ、うん、別にあのよく考えたら母校の先生に電話すれば一瞬で分かる気がするんだけど、そうだね、うん、そうするわそうするわそんなわけでデブさん、お便りありがとう、うん、あとなんか、うん、その卒業式の予行練習みたいので、うんうんうん、いやもうこんだけ予行練習やったら、うん、もう当日感動するものもなんもないべみたいな空気なんだよ。わかるわ。そんなさ、何回も練習やってさ、うんうん、本番ですとか言われても泣かないべと思ったけど、うん、実際本番になったらなんか超悲しくなってきちゃった。かわいいわみんなでわーないべとか言ってたのに、みんなブー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 かわいいみたいなっていう思い出。どうだったかな。でもやっぱね、誰か一人泣くと、うん、うわーって伝染するんだよ、ね、あとみんながなんかこうとかいう泣き声みたいな聞こえると、うんうん、ズビズビズバっていうあの感じもう泣いてると思うと泣けてくるみたいな。そういう時、人によって多分ちょっと面白くなっちゃう、うん、そういう仲いい子とかがズビズバってなってたら、ちょっとうわーってなるんだけど、そんなに君そんなっていうことがズビズバってなってると、え、なんでみたいな、そこでちょっと面白くなってきてちょっとダメなとこある。たまにあるね、それちょっとダメなとこあるし私のね、卒業式は長すぎてね、ちょっとでもダメだった気がする、うん、なんかね、私立だからね、多分いろんな、あの、その学校やるにあたり、うん、こういう先生のお世話になってるとか、うん、出資してもらってるとか、いろいろあって、偉い人みたいなのがいっぱい来て、うん、それぞれすごい話するから、すっごい長くてうんみたいな、でももう全然知らないしみたいな、卒業式でしか会わないような人だから誰、まあ、とにかくおめでとう、おめでとう、これからの君たちはねみたいな、日本を支えるみたいな、はてはてみたいな、すやすやすやす、そんな感じで続きまして、翔さんからのお便り、卒業式の思い出、リスナーさん、ネムさん、こんばんは。こんばんは。まあ、最近は寒暖の差が大きいので、体調には十分気をつけてください。さて、今回の卒業式の思い出ということですが、自分の卒業式に関してはお礼参りがあったとか、バイクで乗り込んできたやつがいたというようなネタになりそうな話は全くありません。なかった。なかった。ま
挙げるとすれば息子の幼稚園卒園式の謝恩会で、うん、お父ちゃん連中の有志で嵐のラブソースイートを歌ったことかな。思い出ずっとずっとそう、お父さんのが主役じゃん。いろいろな意味でバッチリ受けました。でも子供たちはアンコールでやったお尻かじり虫の方が盛り上がっていました。お尻かじり虫、あ、いいね。ラブソースイートなんてお母さん方の気持ちをがっちりゲットみたいな。そうだよ。逆にいいね、いいね、いいね。すごくいい謝恩会だな。私幼稚園とか思い出せないな、うん、幼稚園もね2つ行ったからね。転勤族だったからで、小学校も2つ行ったから、うん、私も小学校2つはまたがってた。だからあんまりあれなんだよ、幼稚園卒園式の思い出はないな。もうないよね、うん、全然思い出せない。なんか劇とかやったことしか思い出せない。そうそう、そういうのとか、うん、なんかこういう嫌がらせされたとかしか思い出せない。あるよね。ある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 よね。私なんかみんなで描こうみたいな、うん、みんなで一つの絵を描くみたいな、うん、何描いていいか分かんないけどみんな一生懸命に描いてるんだけど、うん、私のにだけなんかディスられてすごい嫌だ。私なんかなんでここに来れみたいなこと言われて劇があって、その月のお誕生日の子が主役になるみたいな劇があって、私11月だから、うんうん、カサコ地蔵かなんかだったの。でどっちになるのこれ。でね、それでね、なんかみんななんか可愛い子とかがみんなゆきんこ役みたいな、ゆきんのせいの役みたいな、キャッキャーみたいな感じ で、私11月誕生日だからおばあさん役みたいな。いじめじゃないのこれ。でも一番なんかいい役なんだよみたいな感じで言われて、いやよくねーし、納得できない。納得できない、悲しい。すごいな。私もカサコ地蔵やったよ。あ、本当に？なんかそのおじいちゃんがさ、うん、主役じゃん、あれ、うん、で売れないじゃん、街出て、うん、傘売りに来たけど売れないみたいな、うん、でその時街はお祭りで超盛り上がってるみたいなの、うん、盛り上げ役の一人、うん、盛り上げ役っていうか違うの、盛り上がってる街に来た貧乏な家の娘みたいな、うん、セリフが一行しかなくて、なんだっけな、あれ母ちゃんおいらもお餅食いてよみたいな感じの貧乏すごい、おせち食いてよだからなんだか、あ、そう、その一行だけ貧乏なおうちの子だからおらもうおせち食いてよって言って終わりだ。他のチームに入ってるとね、ああ、そのうちのおせちはこんなに美味しいよみたいなシーンで、うん、みんなでこうおせちはとかなんか歌ってるんですよ。でも私は物欲しそうにそれを見るだけの役で、おいらもおせち食いてよ。わあ懐かしいな。悲しい。はあ、ある意味卒園式より悲しい。悲しかった。それではハロハロさんからのお便りです。すーちゃんでも今日こんばんは。こんばんは。テーマの卒業ですが、うん、この間ご飯を食べてたら、うん、中学の卒業生の団体が隣でした。え？外でご飯食べたってことね。うん、なんかういういさんに昔に戻りたいなとしみじみ思いました。あ、あれね、びっくりした。同期がいたのかと思ったけど、あ、そういうわけじゃないよね、うん、違うのね、他のちょうど卒業した子たちがご飯食べてたって、うん、自分の卒業の思い出ですが、大学時代はバイトに明け暮れていたのでそっちの卒業の思い出、うん、4年間ずっと同じ居酒屋で働いていたんですが、バイト終了後にサプライズで先にバイトを辞めた人とかが集まってくれていて30人くらいで記念写真を撮りました。プラス送別アルバムとかを作ってくれていてマジで泣いちゃいました。そいつらとは今も仲良くしていて最高の仲間だと思います、うん、いいっす ね、バイトの仲間か。私これハムハムだと思う。あ、私もね、ハムハムかハロハロかって最初の方悩んでてあ、ハロハロさんとして決着が決着が何回かお便りをいただいたのバイトバイトだってなんかあんましてないもんね。一個だけカレー屋やった後にディアステ来てくれて、うん、ずっとディアステに行ってくれて、カレー屋でもすごい面白かった。カレー屋とかでバイトすればよかったな。まかないきっとカレーだよね。もう3食カレーだった。カレーがこんなに好きなのにカレー屋でバイトするっていうのを思いつかなかった。あ、なんでオリジンとかでお惣菜作ったんだろうしカレーをこう工夫して、うん、この組み合わせでみたいな。あ、はいはい、なんか黒カレーと普通のカレーを混ぜるみたいなのとか、はいはい、モスバーガーの人とかも、うん、こう自分で
やっていいんだって。あ、好きな子、俺だけのモスを俺モス作る、俺モス作って食べる。それもちょっと楽しそう。そういうの面白かった。いいな。続きまして、トッチーさんからのお便りです。スピオこんばんは。こんばんは。お久しぶりのトッチーです。途中から見ているんですが、なぜ一人？それがですね、ネムキュンは撮影が押してまして、うん、つい2、30分前にやっと終わったって感じで、まあ向かってて間に合わないか、向かってないかみたいな感じになっております。すいません。最近全然お便りできていませんでしたが、なんか少ないってことなのでメールしました。やったいぞ。そうなんだよ、お便りがね少ないと、それはそれでいいのかな、わかんない、フリートークに喋るけど、卒業云々ですが、うん、卒業式の後のパーティーで司会進行をしていたはずが、飲みすぎて締めの挨拶ができる状況ではなく、最後の最後で先生に怒られたことでしょうか。まあ仕事の途中なんで音声だけ聞きながら仕事に戻ります。大丈夫なの？ありがとう。頑張って頑張って、仕事頑張って、この時間まで働いてるの大変だね。えらいな。続きまして、あ、いい歌流れてる。特別で、あ、これね、先週もワンコラスだった。ついついはい、続きまして、ズビズバのりたまさんからのお便り。みくちゃん、ぴよさん、こんばんは。こんばんは。日曜日はお疲れ様でした。とっても楽しかったです。ありがとうございます。卒業式の思い出、実は大学の卒業式参加してないんだよね。あら。後期試験の後すぐ入院してしまい、卒業できたかもわからないまま4月になってしまいました。おやおや、そのまま放置していたら6月に卒業証書が送られてきて、卒業できてたの知りました。なので思い出がありません。できてなくてももう1年行く余裕はなかったので、とりあえず良かったです。あー、すごいな。そういうこともあるのか。そうなんだ。で、大学の卒業式とかってどんな感じなんだろうみたいな。私も大学は入ったけど出てないんで。私も入ったけど出てないんで。ギフン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 。わからない。わからないんですよね。うん、ね。なんかでもね、謝恩会っていうの、が楽しそうみたいな感じだったような。わからない。まあ、高校とかと違って大学だともうお酒も飲めるからね。なんか卒業式とかだと、うん、そうだよね、うん、そうなんだよね。ワイワイしてそうな感じのイメージはあるんですが、私大学の2年でいなくなっちゃったんだけど、うん、なぜか大学の3年の文化祭には呼んでもらえて、あれ、あの在籍してないけど文化祭のステージに立つっていう謎の立ち回りだったんだけど、文化祭はね3年生で終わりなの、大学、うん、そうすると終わりの時に なんか4年生から何かを託されるみたいなイベントがあって、でなんかね、何でか分かんないけど一人の4年生の女の先輩と約束をしてたの。これを、私はこれをお前に渡すからって言われてたんだけど、2年で辞めちゃったんだけど、3年の文化祭の結局参加したから、なんか渡せてよかったよみたいな、かっこいいよ先輩なの、しかも女の人なんだけど、なんかよみたいな、約束だからねってもらって、やったーみたいな、かっこいいみたいな感じでもらいました、うん、懐かしいな。では、うん、続きましてのお便り、じゃじゃんじゃんの前にちょっとユーストリームを覗こうかな。じゃん。スーさん、オリジンでバイトしてたことがあったんだ。そうなんですよ、朝6時から9時っていうシフトが大学生活にマッチするので、あー、朝シフトだ。なんかそう、あの授業の後にあれなの、お芝居の稽古があったりするから、うん、夜働けないんだよ、うん、で深夜働くか朝働くかで、朝働けばそのまま2限とか行けるしいいんじゃねって言って、まあ、朝6時から働くなんて無理だったんだけど、うんうん、なんか続かなかったよ。そんなことで、せっかく若様がミクコソをしてるから2人でボカロソングを歌っちゃえばいいのに。お、そうだね。じゃあ今日はエンディングで何か歌えるの？何か書く。はてはて。笠子地蔵っていう名称そのものがすごく懐かしい。お尻かじり虫は飲み屋で歌ったことしかない。なぜ？一時期流行ってたしね。帰宅間に合った。あれ？若様。今日は若様だ。うん、でもほら緑だから、ね。緑だから。緑だから。お、タイトルわからないけど知ってる気がする。さっきのあの曲。お。なんかさっきから泣けるアニソン系が流れて、ね、ディアスで行ったことない。お、おいで、来て来て、いつでもおいで。でも来るときはアピールしてくれないと、うん、私いないからアピールしてください。
そうすると行くかも軽い感じで。今日はミクピオラジオで。ミクピオラジオですね。続きまして、うん、お名前がミスノさん、ありがとうございます、うん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく見させていただいています。スノーさんのバタフライ毎日聞いてます。大好きです。あれかっこいいよ。スノーさんの髪型変わりましたね。素敵です。いやどうもどうも褒められ放題ですか、うん、今日の朝の出来事、うん、朝起きてシャワーを浴びたんですが、シャワーを浴びてタオルを取ろうとシャワールームのドアを開けると部屋に知らないおじさんがいました。えびっくりというか、タオルもパンツも部屋に置きっぱなしでシャワーを浴びてしまったため、自分の部屋なのに、うん、そそくさとタオルとパンツを持って再びシャワールームへ、うん、なんとかびっくりしながらも体をタオルで拭き、パンイチで部屋へ。そのおじさんの正体は、うん、ベランダ工事のおじさんでした。お、僕は常に大家さんに合鍵を渡してて、いつでも何かあったら勝手にいない時でも部屋に入っていいですよと伝えてあったので、その合鍵でベランダ工事を頼まれたおじさんが入ってきていました。おじさんは僕にいないと聞いてたから入ってきちゃったよと申し訳ない感じで言っていました。びっくりするわ。ベランダの工事作業をしている横で急いで着替えをして準備をして、おじさんを残して仕事に向かいました。おじさんに見送ってもらいながら、いってらっしゃいみたいな。この後帰ります。無事ベランダ工事終わっているのでしょうか。びっくりしましたが、工事のおじさんありがとうございます。びっくりするわ。びっくりするわ。すごいな。なんかさ、なんかね、うん、誰の話だっけ、誰かね、有名な男の声優さんで、うん、何日かね、お家を開けてたのかな、うん、そしたら家にね、勝手におじさんが住んでたみたいな。怖い。怖い。そのちょっとお家内的なレース、うん、レース、はい、ダンボールおじさん、ね、素敵な方がちょっと住んでらっしゃる、うん、でもうそのそれは、まあ、よくないけどいいんだけど、部屋にその匂いがついちゃう、あすごい辛かったみたいな。なるほど。すげえ話だなと思って。まだまだ住むのはまだいいけど、うん、匂いも、まあ、住むのもダメだけど。すごいよね。すごい入ってきちゃうんだね。なんだね、寒かったか暑かったんじゃない。ツイートにさっきの洋楽の答えが載ってるよ。え、ツイート？ツイートなの？ニュースのあれじゃなくて？もう昔もう戻れなくなっちゃって、ちょっと流れちゃって分かんなくなっちゃった。あーごめんね、ありがとう。昔に戻れなくなっちゃって。もうそれしか分からない。続きまして、あ、メール来た。スーさんの吹奏楽部時代の先輩を送る曲、うん、あ、デブ一番さんが調べてくれた。曲調べ一番、デブ一番さんから曲調べ一番、メロディーを知っていて歌手名をなんとなく覚えていたので、最初アン・ルイスかと思ってググったら日本人で違くて、うん、サビの When We というところを覚えていて、うん、マイケル・ジャクソンさんの恩師ということを覚えていて、ジャクソンウィキペディアでダイアナ・ロスが出て、ダイアナ・ロスで調べて iTunes で調べて分かりました。お、めちゃくちゃ調べてくれた。If we hold on together、 あー本当だ、それだ、それだよ。おそれそれそれ、すごい。それそれ、すごい検索術すごいね。すごいね、ありがとうございます。ちなみにもう一曲、吹奏楽部の中で最後に先輩を送る曲みたいなのもあるんだけど、それはねメロディーすらも忘れてしまって。全くわからない。思い出したらまた歌うから教えてね。やった、すごいね。これ誰得とかで歌いたいの。私しか泣いてない。泣けでも英語の歌詞ってさ、英語が分かんないから、うん、意味があんまり分かんなくて、そうだね、なんか伝わるのもさ難しい。難しいよね。難しいね。続きまして、ラディックさんからのお便りです。すーちゃん、若さま、こんばんは。こんばんは。卒業式の思い出ということですが、中学の卒業式で女の子10人くらいにボタン争奪で群がられた栄光の思い出が唯一あります。なんだか芸能人の気分でした。え、すごいね。それと同時に、その日に好きな本命の女の子に告白したら見事に振られるという、人生ってうまくいかないんだねってことを知った思い出深い卒業式でありました。他の子にはこんなにモテモテなのに。すっごいな。ボタンだってね、頑張っても6個ぐらいしかない。そうだよね。しかも第二が一番大事だ。一番心臓に近いからね、第二ボタンって。私も誰かもらったな。第二ボタン、中学校の時くださいっていう。うちなんか すごい軽く、え、あ、大きいよ。すごい軽い。あ、どうもみたいな。ドキドキしながらもらっとんのに、なんとなくしばらく取っといて。なるほど。そしてどっか行ってしまう。だいたいなくす。懐か
かしいな。まあそっか、うち女子校だからそういうのない。そっか、女子校だけど逆にってことだよ。ない。この先輩かっこいいみたいな。あでもブレザーとかさ、リュウ君とメイジみたいな。ないブレザー。でも軽音楽部だったんだけど、うん、軽音のすごい好きな先輩がいて、ユイ、うん、先輩って先輩だったんだけど、うんうんうん、超かっこいいギターで超尊敬してて、うん、超かっこいいと思ってたんだけど、うん、特にそういうのは。ああ思ったより話が広がらなかったなんかやっぱなんかブレザーだからさ、うん、第二ボタンとかないんだよ。あるけど、なんつうの、一応ある、ね、一応あるけどちょっと下お腹だしみたいな。あなるほどね。ボタンをもらうとかなんか。でもピックもらったな。急にホールドの時は流れてる。やばい、ありがとう、母足すごいな。ケンオの先輩だからピックもらった。あ、いいね、それおしゃれだ。ちなみにヤフーの質問でルールルルって感じで質問してガチの正解が短時間で返ってきたっていう伝説がある。私これ見たことある。すごい。そう、なんか何の曲か忘れちゃったんだけど、そうルールル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 ルって感じの曲なんですけど誰かわかりませんかって。なんとかじゃない。あ、そうです。すごいな。マジよくわかるね。普通にそれなんかなんていうハテナブックマークかなんか上がってたような気がする。へー、すごい。即答してたのに美味しいとこ持ってかれた。わあ、ありがとう、お姉さん。もう一曲、もう一曲な。もう一曲の方が思い出せたらいいんだけど。では続きまして、じゃじゃじゃん。今日オープニングテーマもいただきました。柱ゆずるさんから。皆さん、皆さん、こまわしょい。こまわしょい。アニソンダランスラボラトリーを夜中に何度も聞きすぎて、若干寝不足の柱ゆずるです。卒業シーズンの思い出です。これを考えると最初に思い浮かぶのは高校の卒業式で、卒業式が終わった後に片思いのクラスメートに告白できるフラグがあったのに告白できなかったことです。切ない。そのクラスメートの子には他の学校の生徒と付き合っているのを知っていたのと略奪しようという度胸がなかったから告白できなかったのです。今思うと振られてもいいからアタックしておきたかったな、うん、昔のことを思い出したらなんか切なくなってきた。ちょっと現実逃避のために妄想恋愛してきます。ではでは、いってらっしゃい。いってらっしゃい。二次元の世界へ。いい声してくれ、うん、大丈夫。ラブプラスっていうゲームがあってね、うん、一緒に熱海とか行けちゃうからね。そうそうそう、マジコンだと痛い目に見えるあれ怖いね。すごいよね。続きまして、あ、割といい時間だった。お、ほんまや。じゃああと1通だけ読んで、うん、エンディングソングを決めて歌って終わりにしようかな。そうね。じゃじゃじゃん。来なかったね、眠気。眠気聞こえなかったね。じゃあじゃん、マッキーちゃんから、うん、卒業式の思い出、うん、悪夢すぎて忘れていましたが、うん、思い出しました。お、いいの。思い出した。大学院の修了式に参加しようと思って、うん、5日前に新しい服を買って美容院も予約を入れて、うん、なのに2日前に39度の発熱。病院に行ったところ盲腸ですね。今から入院手続きを取ってください。そんな。修了式の日に手術をして盲腸から卒業しました。ある意味卒業だけど。買った服は友人の結婚式の衣装になりました。学位機、うん、は1ヶ月後に宅急便で届きました。あ、通知表みたいなやつかな。味気がなさすぎです。最後の卒業式だったのに悲しい。すごい、盲腸なるんだ。痛くなかったの？熱なの？熱で行ったのか。熱で分かるんだ。盲腸ってでもすげえ痛たたみたいな。そうだよね。すごいよね、うん、もう汗とかめちゃくちゃ出てくるっていうし、ぎっくり腰と盲腸はやばいらしいから。やばいらしい。やったことないけど、うん、怖いわ、うん。じゃあそんな感じですね。来週のお便りテーマを決めなきゃいけないんですけど、来週の放送日は16日かな。ホワイトデー。あ、そうだね。じゃあホワイトデーかな、やっぱ、うん、じゃあホワイトデーということで、ホワイトデーの思い出でもいいですが、うん、そうだな、なんだろうな。ホワイトデーは男の子が女の子に何が流れてるこれ返してる生き物係だこれ。生き物係の吹奏楽吹奏楽バージョン今日 BGM こっち吹奏楽だなすごいな。ホワイトデーっぽいお便りください
電波ビル宛てにすーちゃんとねむきゅんにって言って、あの素敵なプレゼントも OK です。お待ちしてます。そんな感じで、じゃあ何歌おうかな。最後のはてみく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 の曲な、みくの曲ね。なんだろう、はて、わたし、あ、寂しくなっちゃう。あなたと世界で一番お姫様、お姫様、なんだろうね、何がいいかな、なんかリクエストください。なんかないかな、知ってるやつしかわかんない、うん、なんだろうな、あ、もう明るいのがいいね。うん、うん、なんかイエーイみたいな感じ、イエーイ、おおイエーイイエーイイエーイ、あおおミクじゃない、ミクじゃないね、レンじゃない、うんうんうんミクじゃない、うんうん、ちなみに痛みが一番大きいのは女性は出産で、男性は尿路結石と言われています。そうなんだそうなんだ。ライブチューンの曲がいい、あわかるけど歌えない、ライブチューンの曲、うんうん、うん、ミックミクだ、ミックミクか、科学のね、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、科学の限界を超えて私が来たんだよ、ネギはついてないけどできれば欲しいな、あのね早くパソコン入れてよ、どうしたのさ、刑事ずっと見つめてる、君のことミックミックにしてあげる、歌はまだね頑張るから、ミックミックにしてあげる、だからちょっと覚悟をしててよ、ミックミックにしてあげる、最後までね頑張るから、ミックミックにしてあげる、だからちょっと油断をしててよね、にゃーしてあげるから、おおおお終わり方が分かる、思ったより高かった、高かったミックミックにぐらいの気持ちだったミックミックに、はい、というわけで今日は素晴らしい、あの桐島ミックさんが来てくださって助かりました、はい、ありがとう、ミクシマワカさんがすき焼きを作って、うん、お待ちしてるんで振る舞いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。明日は私も後半現れるかも、お、ちょっとでもレコーディングがあるので、なるほど、早めに上がったら行くと思いますので、うん、よかったら、うん、あの話しかけてね、じゃあそんな感じで、うん、来週はホワイトデーがテーマですので、でホワイトデーイベントもお店の方でやってますので、はい、13、14、14かな、あれ違う、12、13、14、12、14、お、お、13日はリスコちゃん主催の東方イベントで、そうだった、そうだ、だからじゃあ12と14は、うん、あれブブブホワイトデー、13日は東方イベントということで、うん、結構ね皆さんリスコプロデュースでがっちりとコスプレしたブロマイドとかがあるので、13日の作るフードの試作品が2階にあって、うん、あ、ご飯もすごいんでやばいですよ、これ見ないと、ぜひ東方好きな方は、うん、ぜひぜひ、レーダー祭も13日で、じゃあ終わったら、レーダー祭の後にでもあの東方なご飯もいただけますので、ライブもぜひぜひ、うん、そうだよね、ライブも、あ、そうだ、私もそう 歌うんだった、おそうです、私もですね、あの虎の穴さんの方から発売されております、うん、あの東方最速伝説というアルバムに収録されている、ネクロファンタジアのアレンジ曲ケトシマを歌おうと思っておりますので、うん、よかったらぜひ遊びに来てください、うん、はい、イエッ、じゃあそんな感じで、うん、じゃあお相手は吉川すなと桐島わかれミクピオラジオでした。ありがとうございました。おやすみ、おやすみなさい、イエイイエイ、お
されてた。